はい、どうも皆さん、お座敷レーサーチャンネルのキットでございます。前回に引き続き、今回も WRC4 実況してまいります。よろしくお願いします。今回デイ2ですね。スペインデイ2で、ございます。で、このなんですかね全然わからない、このテントみたいなところで、まあ、修理するんですけれども、早速修理して、いこうかなと思います。ボディだけですね。上等上等。え、上等じゃない？いや、素晴らしい。うちの、え？ちょ、いや、ボンネットさ、あれ？まだか。ちょっと待ってよ。これ。あ、これをして、ちょっとピンハネをしてね。ちゃんとこう。あ、自動でやろう。あ、自動は選択だけか。はい。で、これで。ああ、びっくりした。そんなボンネットめくれ上がったまま走るのかと思っちまったぜ。ではですね、前回はですね、このフロントタイヤ、フロントサスペンションとリアサスペンションの違いということで、フロントサスペンションをですね、目いっぱい柔らかくしてリアを硬くしたんですけど、まあタイトなコーナーは曲がりやすかったけど、高速コーナーはちょっとケツが出やすくなったよという結論に私は至りました。まあ、あくまでも私個人の意見で、なおかつこの、フォード、のこの車を使ってて、なので、車がこう変わるとまた違ってくるのかなって感じがしました。なので、まあ参考程度に、本当参考程度にね、もう聞き流す程度で、見ていただければなと思っています。ではですね、今回は、これを、フロントをめちゃハードにして、リアをめっちゃ弱くしたいと思います。あれ？あれ？ちょっと待ってよ。あ、間違えた？俺、ひょっとして。フロン、あれ？間違えたかな？えい。間違えたっぽいぞ。どうする？私。どうする？私。嘘ついてたか？嘘ついちゃったかな？ちょっと待てよ。ちょっと、なしにして、もう一回取り直そう。よし。どうも皆さん、お座敷レーサーチャンネルのキットでございます。さあ、前回に引き続き、今回も WRC4 やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、前回ですね、サスペンションのセッティングということで、やっていったんですけれども、ちょっとねびっくりしたんですが、このマシンの修理もマシン修理しちゃったんですけど、マシン修理してこのセッティングを見たら、なんとセッティング変わっておりました。ちょっとびっくりして、あらと思ったんですけど、前回ですね、こちらのフロントサスペンションをめちゃくちゃ柔らかくして、リアを硬くしたっていうセッティングだったんですけど、まあ、感想としては、タイトなコーナーがすごく曲がりやすくなって、高速コーナーではちょっとケツが出やすくなったという印象ですね。が一番多かったです。まあ、ただ、大きかったです。ただですね、この車が、また変わってくると、このセッティングも変わってきますので、間違いなく、本当参考程度にね、お聞きいただけたらなと思います。では今回ですね、フロントサスペンション、この通り硬くして、リアを柔らかくしてやってみきたいと思います。ちなみに、前回はですね、ターマックのコースですね。一発目が SS1 が。SS2 が、ターマックの、今度ダート、声が裏返った。
ダートでしたね。ダート、なんて言ったっけな、今ちょっと忘れちゃった。あ、グラベル。そうそう、グラベルです。で今回はですね、ターマクが3割、グラベルが7割というコースと、まあ、半々のトライとターマクの、まあ、半々でですね、ターマクが4割の、グラベルが5割というコースを走って、まあ、違いを比較してみようかなと思います。まあ、私、キットのことなんでね、あまり信用しないで見ててください。じゃあ行きましょう。暑い。非常に暑い。あ、しまった。コドライバーの言ってくださるスピードをちょっと速くしようと思ったんだった。全然忘れてた。何を言うか。どんでん返しが大いにあり得るな。ない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 。そんなことない。君、5秒の差をどう縮めようというのかね、君。そんなことはできない。と思う。と思いたい。でもなんか、何かしらやってしまうのが、私、キットですね。まさにミラクルキットがやってしまうんじゃないかなと思います。そんなことはないぞ、大丈夫だ、昼間だ、昼間、ちょっとすごいカクカクしてるけど大丈夫か、頼むぞ。レース中にカクカクするんじゃねえぞ、俺のパソコンみたいにそんなカクカクするんじゃないの、頼むぞ。ちなみにプレイステーション3の FPS ですかね、これでいくつなんですかね、やっぱり 29.99 でしたっけ、なんでしょうかね、プレイステーション4は60なんですよね、FPS。ちょっと忘れてしまったんですけども、まあ、コメントまた、いただければなと思います。じゃあ行こうぜ。行こうぜ、行こうぜ。さあ、さあ行こう。さあ、どう変わったか、足のセッティングで。ゴー！早速、グラベル来た。落ちる！落ちる！落ちる落ちる、やばいやばい、これは落ちそうだぞ俺。うわー、ちょ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 、危ない危ない、おー、あー、どうだ、グラベルきついな、すごい、ホコリが本当フロントガラスがついていく、ジャンプ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 、怖い、4か、うわ、全然見えない、コーナーの先は見えない、全然怖い、left 3 into right 3 and left 3 喋れない喋れない怖い、落ちる落ちる、あー乗り上げた、 right 2 rock inside left 6 into right 6 危ない危ない、left 4、ちょっと馬力欲しいな、ライト2ベリーロング、グラベル、あと全然ちょっと違いは分からないんですけど、あー、ブレーキ踏んでもなんか全然フロントにこう風が乗っていかないって感じがやっぱしますね。あー、やっと帰ってきた、ただいま、あー、こういうところは良くなってますね、高速コーナーすごくいいですよ、安定が、安定しますね、これ回ったら橋が来る、忙しい忙しい、すごい忙しい、あ、安定しますね、やっぱこういうところ、あー、だつよ、はい、いや、すごい、
いや、これ質問してくださったことありがとうございます。すごくわかる。何をどうすればいいとかしなくて、もうほんと前後のバランスですね、これは。いや、前後のバランスだから、フロント強くしてあげると、巻き込むような形になるんですね。で、リアを硬くすると、違う違う、柔らかくするとリアが粘る。まあグランツリスモと本当変わらないような、そんな感じですね。じゃあ次回ですね。まだ続くけどね、今回まだまだ SS3、4までしますけれども、デイ3ではですね、ちょっとトータル的なセッティングを見てやっていこうかなと思います。これすげえ面白い。全然変わるなあ。わあ、これでも走れるかな。いやー、これ面白いなー。そんなに分かりやすく出るの、違いが。グランツーリスモとかあんまり、ちょっと、ぶっちゃけですね、グランツーリスモは分かりにくいんですよね、セッティング変えても。なんで結構ノーマルで走っちゃったりするんですけど、これ極端に分かるなーっていう感じですね。第一印象というか、セッティングしてみて、セッティングっていうか、その数値変えてみてですね。あとね、ハンドル本当重い。もう疲れる。そしてさっきのところは、絶対路肩落ちたらダメでしょ。危なかったなぁ。もう、ひやひや。本当もうコース知らないで走ってますんで、もう毎回これ収録するときはドキドキですね。落ちないように。落ちないように、落ちないように。そしてフラッシュバック機能ですかね。あれも使わないように、やっていきますので。ここも絶対落ちるだろう、これ。ダメだろう。ダメだよ、ダメダメ、こういうところで走らせたら。まあいいや。俺も男だ、言ってやる。この野郎、畜生。どっちだ？よし、さあ行くぜ。Into left four on gravel. まあ、Keep middle, hairpin left, barrier outside. 40, right two, very narrow. そうですね。Left four, 次どうやってやろうかな、Into セッ left ティング。three, into right four. フロントをもうちょっ Left と two, 柔らかくしたいですね。right. そら、Hairpin 当然 right, だな。trees inside, リアはでも bend 本当 left ね、動き方としてはもうこれで全然十分いいのかなって感じがします。18, わあ、keep middle. 無駄な動きだったな、今の。Right four. Left five. Into right five, then hairpin left. Hairpin right. 40. Left two. Long. 40. Right four. Into left よthree. し、慣れてきたぞ。だいぶ慣れてきたぞ。Right 嘘ついた。ごめんなさい、嘘つきました。five, then right five, trees inside. でも本当やばいな。Left three, long, 60. Careful, jump, ジャン then プ？ left five. やめてくれ。ああ、ゴー。危ない。 Left, right four, わあ。 open, jump. また来るんじゃない？また Left ああ、four, パパ、危ない、then 危ない。right five, very long. 5か。Left three, building outside. Right six, tighten. Into 6、right two. 2はどこだ？これか、2は。 40, open. Right six, start building. もうどの Into コー left ス、どの five. コーナ Into ーを right ナビゲートしてもらってるか全然わかんない。5、Then left 5。four, long. Into right three. 危なかった。危ない。ナイスリカバー。40, right five, into left three, and right three. 落ちる、落ちる。怖い、怖い。落ちる、絶対落ちる。落ちないように、落ちないように。 Hairpin left. やめろ、やめてくれ。 Barrier inside, then right three. Left four, into right three, then left three, on やめてくれ。ground. なぜそういうところを走らせる。 Left four, then hairpin right, よっしゃ、don't cut, ターマックに戻ってき barrier たぞ。 inside. ターマックよ、私は帰ってきた。Left two, into right four. ダメ、似てない。似てるように似てない。Then left three and right three.
あー、リアが流れる。ヘアピンきついな、これ。試験、試験来るの？もう一丁来た。レフト、レフトキープ、レフトキープ。ライトじゃねえか。あ、レフトヘアピン。何、どっち、どっち、何、もう訳わかんない。なんだ、今何だ、どこを走ってるんだ、俺今。ああ、よし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 。よし、よし、よし。Then hairpin left, 40, and hairpin right. なるほど。 Left 5, into right 6, and left 5. 直線っていう直線はないんですけど、then left 2, rocks inside, 5とか6とかのコーナー、まあ、4も入るのかな、で、行けば、行けばというか、だと休めますね、ちょっとした。もうね、ほんと汗だくですよ。あ、でもそういうコーナーでちょっとこう、なんですかね、落ち着くことはできますね、まあ、休憩みたいな、そこでちょっと休憩して、また次の細かなテクニカルなコーナーを抜けていくっていうリズムなのかな、これは。ラリーは直線、サーキットとか長い直線でちょっとこう落ち着いたらできるんですけど、なるほど。お、でもすごい13秒ついてる。よっしゃ、いけるんじゃないの次は。大丈夫かな、ちゃんと実況できます、できてますか、大丈夫ですか。なんかもうほんと独り言みたいにブツ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 言ってるような感じがするんですけど、私は大丈夫ですよね。皆さん優しいから、そこら辺は多分突っ込まないとは思うんですけど、以上、自分で自分をフォローしとこうかな。いやー、よかった。さあ、じゃあ、サービスパックっていうんですね。スタビライザーもこういじったらな、違ってくるのかな。じゃあ、デイ3、ちょっとトータル的なものをこうやっていきますっていうふうに言ったんですけど、スタビライザーを、ちょっとなんかよくスタビライザーっていう単語が、メニューない、ロード中にね、イケメン風情が行ってきますんで、いいかげんちょっと名前覚えろって感じしますけど、そういうツッコミなしで。スタビライザーをちょっと今度前後、また変えてやってみたいなと思ってます。いいかな。また、これ次上げるときには、1日2日間が空くと思いますんで、その時にまたツイッターないしコメントいただければ、その通りちょっとやってみようかなと思ってますんで、ぜひ皆様のご意見、ご感想、要望等ございましたらですね、何でもいいです。ツイッター、フェイスブック、あとコメント欄、いつでも募集しておりますので、ガンガン来てください。ちなみに、修理するところはないじゃないか、優秀。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。では皆さん、またお会いしましょう。